6月の6日から、避難所にいた津波被災者の人が借り上げアパートに入っていったので、それを受けて生活再建のための勿来復興プロジェクトというのを改めて立ち上げ、サロン活動については、ここは大きな被災地区が3つあって、小浜地区、岩間地区、錦須賀と3箇所なんです。で、小浜と錦須賀は、なんとか公民館が残ったんですね。で、岩間は公民館が流されちゃってなくなっちゃったんです。で、なんとかその出て行ってサロンができるところと、行っても場所がないところとあるので、岩間地区のサロンをできる場所を探してたんです。ここを借りて、それで勿来交流スペースという名前で岩間サロンを始めたということなんです。で、その中で集まってきてくださった人たちが、今は編み物とか、それからエコクラフトとか、それからお地蔵さんを作ったりとか、ティッシュペーパーのカバーを作ったりとか、いろいろな活動をしていて、今日はシルバーリハビリ体操をしてますけども、そういったことを楽しみながら、一人で暮らしている、あるいは離れて暮らしている、その孤独感をここでなんとかこう癒してですね、自分たちの生活再建がつながるまで、なんとかそのストレスをここで発散しながらですね、絆を保っていってほしいなという思いでここをやってます。まあ、最初はやっぱり構えてたと思うんですよ。まあ、来てみると、例えば教えてくれる先生がとても優しいので、すぐにその馴染んで、女の人ですからね、編み物とか手先でこうやるものとかいうものを作っていくと、だんだん製品ができてきて、製品というか作品がねできてきて、楽しみが生まれてくる。そうすると最初様子見だった気持ちがだんだん積極的になって、自分からこう、今は教室がない時でも集まってきて、自分たちでこう、宿題が残ってるみたいな感じでそれをこなす、でやることが楽しい、もうここに来ることが楽しくなってるっていう、そういう状況にありますね。